植物園の沿道では黄色い花がたくさん咲いています。これはヒューガミズという低木です。ヒューガってつくんですけど、まあ、ヒューガの国っていうと宮崎県なんですが、そのヒューガが語源ではなくて、どうも明智光秀が語源らしいですね。明智光秀はヒューガの神だったんですね。で、京都にいたんですけれども、ヒューガ殿の花みたいな感じで、まあ、ついたんだろうという説もあります。で、本当かどうかわからないですけど、こういう黄色い釣り鐘型の花をたくさん咲かせます。だいたい北陸地方とか山陰地方とかの日本海側に多いんですけども、尾根とか山の頂上とかの割と荒れたところ、乾燥してあんまり木が生えてないようなところに見られる樹木です。万作の仲間で、やっぱり春先に咲くんですね。で、上の方には今桜も一緒に咲いてますけども、これは近畿豆桜と言います。近畿豆桜の方も実は近畿地方にいっぱいあるっていうわけでもなくて、北陸地方の山には普通に生えています。ソメイヨシノとか、山桜みたいにたくさん咲くわけじゃないんですけども、小さめの葉、ちょっとピンク色の濃い花を咲かせます。今の時期ですから、まあソメイヨシノとか山桜とかといったお花見の桜の花よりはずいぶん早いうちに咲かせます。北陸の山の一番